Light discharge by mistake, striking the Tokyo Bay Aqua City and sending it up in flames. In addition, according to a police statement. おや？お目覚めのようだね。おめでとう。君は適応試験に合格し、晴れて第二の人生を歩み出すことができたのだよ。そう、まがい者としてね。まあ落ち着きたまえ。君、契約書にサインはしたんだろ？本契約において、こう、我が組織が行う実験および業務において、オツなあ、これが君のことだよ。はいかなる行為も拒否せず、忠実に協力および実行すると。対価として、こうはオツの望む希少価値の高いフィギュア、冊子、グッズなどを提供するものとする。とまあ、よくこんな怪しい文面にサインする気が起きるもんだけど。ある意味前向きな発言ではあるね。しかし君は運がいいよ。今回の実験での成功は君だけだからね。人一倍欲望まみれ、物に対する執着心が強かったということか。後の連中は全員失敗作だったんでね、早々にお引き取り願ったよ。所詮彼らは駆られる側の存在なのだから。落ち着きたまえよ。そうだな、まがい者について説明してあげよう。まがい者とは、人間をはるかに上回る運動神経、怪力を備えた選ばれし者だよ。自らの欲望を原動力として、
計り知れない力を引き出せる無限の可能性を秘めた存在さ。ただ一点、少しばかり太陽の光と相性が悪いのだけが難点だがね。いわば人造吸血鬼とでも言うのかな。もちろん血を吸うわけではないけれどね。この部屋にいる者たちも全てまがい物への改造を施された選ばれし者たちだよ。ふん、君はアルバイトに来たんだろ。単純な話さ、仕事をしてほしいんだよ、まがい物になった君たちにね。なに、心配はいらない。誰にでもできる簡単なお仕事だよ。秋葉を歩いている人間を襲い、その生命エネルギーを吸収する。何も命を奪うわけじゃない。ただ日々を生きるための活力である生命エネルギーを拝借するだけさ。君は人間たちから奪った生命エネルギーを我々の元へ持ち帰るだけでいい。君の活躍に応じて望むだけの褒美を与えようじゃないか。この状況で寝られるとは、ある意味卓越した能力の持ち主だが、この程度のことを理解できない輩は必要ない。お前たち、そこの彼を太陽の光が当たるところにでも放り出しておきなさい。その後は神田川にでも不法投棄でいいだろう。イエスマイマスター。そのまま永遠に眠るんだね。 you